エピローグじゃないけど、おまけ。で、ね、こんだけ言うたらな、こんだけアップして反撃したらな、反撃でしょ、これ明らかに。じゃあ、西浦のじいさんがもう隠れ家かってことがあれたんだ、いつの玄関まで来るかもしれんな。人のことだと思って次買ってきやがって、とか言って。知りませんことじゃなくて、あることないことじゃなくて、ないことばっかりみたいな。は？どなたですか？ 俺を知らねえのか？ あ、わかった。ダメだ、やめろ、やめろ。 俺の悪口ばっかり書いただろ、ネットにって。書いてます、パクトラカイさんのことなら書きましたけど。俺のことも書いただろう。そのパクと俺が同じやつとか書いただろう。ああ、あなた誰ですか？ 俺とパクを同じやつって書いただろう。ああ、三木谷さん。違う、ミキタニなんけどね、俺は。あ、川村隆史さん。違う。俺と一緒だったかい、俺のことだったかいだな、パクトラカイのこと。あ、神津力夫さんね。違う、だろう、もうやめてくれ。あ、わかった、パクだから、パクだけに。橋本徹さん。違うでしょ。あなた、橋本徹さんじゃないことくらいはさすがに大阪出身だから、わかりもせ。もせ。 そこ引っかかるんや。 2週だ、俺は。ああ、2週だ。ほんの最初から挨拶しに来んか、トラックさんじゃねえ。今さら挨拶に来やがって、なんで、なんか言いにくい。